植村彦之丞大正5年8月8日は、日本の武士、海軍軍人。鹿児島生まれ、海軍兵学校卒業。最終階級は、海軍大将。ジュニー、訓衣刀一級男爵。あだ名は、船乗り将軍。薩摩藩官学師範植村藤一郎の長男として、薩摩国鹿児島軍鹿児島城下平野町に生まれた。 不死身の戦い、合図戦争に参戦した。海軍兵学寮に進んだが、在籍中に、西郷隆盛が下野したことを受けて、上村も鹿児島に帰った。しかし、西郷の節油により、兵学寮に戻る。山本権兵衛、日高総の城らが行動を共にしている。在学中の成績は不良で後に、海兵2期から4期となるべき、生徒全員が受けた試験で再開となった。 運用艦の陸組となって再教育を受けた後、少尉保守権に合格。4期生として卒業したが、席次はやはり再開であった。しかし召喚となってからは海軍教育本部長や軍務局長を務めるなど、軍政面でも活躍した。また、常備艦隊司令官として指揮した兵学校30期の遠洋公海は、日本が 司令官を据えて行う練習艦隊の始まりである。連合艦隊首脳部。左から船越梶治志郎、島村駿、東郷平八郎、上村彦之城、加藤智三郎、秋山正幸日清戦争では、防護巡洋艦秋津島の艦長として出征。第一遊撃隊に属し、豊島沖海戦では、砲艦三沢港を降伏させた。これは、日本海軍が、 敵軍艦を降伏させた最初の事例である。続いて、公海海戦でも武勲を挙げた。日露戦争では第二艦隊司令長官として、ウルサン沖海戦でウラジオストク艦隊を撃破。日本海海戦では判断によく、バルチック艦隊の進路を塞ぎ、戦勝の重要な金を成した。1907年に弾尺を受釈戦後は、 横須賀鎮守府司令長官、第一艦隊司令長官を務め、海軍大将で退役となった。軍港から減帥となる可能性もあったが、実現していない。黒木亀元陸軍大将と同様に、硬直で荒々しい性格が評価されなかったとも言われている。ただし、減帥就任は大将として大きな功績を挙げたものという条件があり。 日露戦争における上村の階級は中将であった。海戦当初、第二艦隊司令長官として補給航路防衛の任に当たっていたが、日本海特有のノームやウラジオストク艦隊側の進出規没な攻撃に苦しめられた。日立丸、佐渡丸が相次いで撃沈されるひた丸事件が発生すると防衛責任者として球団された。議会では野党代議士から、 ノームノームと弁解しているが、ノームは逆さに読むと無能なり、上村は無能であると批判を受け、民衆からは、ロモトム提督と誹謗中傷され、自宅に投石された。この事態に部下たちは憤慨したが、上村は家の女房は、度胸が座っているから大丈夫と笑って、取り合わなかったと言われる。上村の妻は毎日寺参りをして、敵艦隊発見を祈願していた。 ウルサン沖海戦では、ウラジオストク艦隊撃滅寸前まで追い詰めながら、我れ,れ、残存乱数なしと書かれた伝言用黒板を部下から手渡され、攻撃を終了した。上村は伝言板を叩きつけ踏みつけたが、その行走は周囲を震えさせるものだった。一方では、沈没に瀕しながら最後まで砲撃を続けていた、巡洋艦、竜陸の乗員に対し、敵ながらあっぱれなものである。 生存者は全員救助し、丁重に扱うようにと命令し627名を救助した。この戦火と救助活動が伝えられると国民は、手のひらを返すように植え、村を称賛し、この時の状況を歌った、軍歌、上村将軍は長く、日本海軍将兵に愛称されたが、上村自身はこの歌を嫌っていたとされている。上村将軍作詞、佐々木信行作曲、 佐藤もスケウルさん沖の雲晴れて勝ち誇りたる追撃に、艦隊勇み帰ると君を沈め行く、リューリック恨みは、不可規的なれど捨てなば視線彼らなり、英雄の超ちぎれ剣、救助と君は叫びけりよりしも起こる軍学の響きと、共に永久に高きは、君の功なりに追は、君の誉れなり、日本海海戦では、第二艦隊を指揮した。日本で最も古い学校として知られる。 足利学校には日露戦争の勝利を祝い、明治39年12月22日の講師祭の際に、東郷平八郎、伊藤助行と共に手植えした月桂樹が残っている。同郷の東郷平八郎が、彦の城ほど、感情の激しい男はおらんと称したように、上村は短期で喧嘩早く、なおかつ主護であった。海軍内では、多少浮いた存在ではあったが、 情に厚く部下思いであった。日清戦争当時、殴り合いを演じた相手を気に入り、後に、イギリス留学できるよう取り計らっている。第二艦隊司令長官時代に、千人参謀を務めた、佐藤哲太郎はかつて勘歌を交えた庄内藩、第一艦隊司令長官時代の参謀である、今村信次郎、時は竹森はそれぞれ米沢藩、藍津藩の出身である。そして、 軍事参議官時代の副官の一人は、合津松平家の当主である、松平康夫であった。東京都目黒区に、上村坂という地名があるが、これは、上村の屋敷があったことに由来する。海平生徒時代前列左から二人目が上村、左は、行下熊之助、後列左五人目、山本権兵衛、九人目、片岡七郎が一戦する統合と、 上村外戦式当日の海軍首脳、前列左から4人目、伊集院五郎、上村、東郷平八郎、山本権兵衛、伊藤介行片岡七郎、出橋里藤、斎藤実、山下源太郎。ありがとうございます。